やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。初めてのモンハンナー配信をね、配信で、モンハンナーを配信でしたかったので、今日はモンハンナーをしに秋葉原までやってまいりました。皆さん、さあ歩きに歩きまくって、時にはご飯を食べにね、お店なんかに入ったりして、いつもの散歩配信プラスモンハンナーをやっていくという配信をしていこうと思います。よろしく。制限時間内に敵の一人で狩ると、開始。シリちょっと今大丈夫だよ。呼んでないよシリ。いや、お前がシリなの分かって、今はモンハンナーやってるからね。今のがジャスガじゃない？痛い。全然負けそうなんだけど、なんか猫助けてよ。ここか？ここか？あー、早くても避けられるんだ。おもろいやん。やるやん。なるほどね。モンハンナーそういうことか。はい。全然いないけど、秋葉原。あ、来た。はい。あ、いいですよ。どうしたどうしためっちゃ好きなんですけど。ありがとうございます。同じ菅原なんですか。菅原教室。生存文明感じちゃって。ありがとう。飛びましょう。はい。いいよ。はい。またね。熱々だろう。街中でハグしてほしいと言ったね。はい。そうでしょ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、またね。なんか画面の向こうで見るよりイケメンっすね。それ褒めてんだよね。めっちゃ褒めてます。あ、そっか。青信号が終わっちゃったよ。はい。いいですよ、撮りましょう。今日誕生日なんですよ。うわ、おめでとう。ありがとうございます。よく生まれたな。拍手してもらっていいですか。いいよ。何歳？22っす。22や。はい。今からお前の人生は大波乱が待ってるぞ。22からなんだから。はい、もし、使いたい。あ、じゃあ水だけもらおうかな。お願いします。お水だけもらいます。はい、ありがとう。またね。水をいただきました。また何かあったらお願いします。めちゃめちゃ楽しかったんで。分かった。また言います。はい、またね。あの熱中症気をつけて。はい、お疲れ。またね。サッカー配信に関しては近々もう一回もうパッとやろうかなと思ってるんで、この前のサッカー配信の時に水野の方が来てくれて、水野のグラウンド貸しますよっていうお話だったんで、多分またやれると思います。前回のサッカー配信はマジで有志の人たちのおかげで成り立ったみたいなとこあったからな。スタッフが俺含めて3人だったんだけど、3人じゃちょっと管理できないところがあったんだけど、ゴミの分別とかさ、そういうのをリスナーの有志がやってくれたからね。まあ第1回目はあれは大成功って言えるでしょう。で、なんかキンキが喉やってたみたいで、めっちゃ来たかったんだって。唯一やってたスポーツだから見したいらしい。コテコテしてんな。うん、 V スポじゃない？はい。いいですよ。ちょっと端っこ行きましょう。ありがとうございます。ちょうど V スポで。そうだよ。ちょうどだよ。ありがとうございます。またね。ほぼ裸の V スポ発見。センターウルパンなんだ。え、左上って赤いんや、あれ。あれ、誰だ？あれ、赤いんだよな。こう見ると結構絡んだことある人増えたな。V スポ。結構わかるぞ。でもさ、あのさ、名前忘れた。ウルパンの上の白髪の子、誰だっけ、声かわいい子、ボドカが好きな子、あ、カガスミレだ、カガスミレの横の白髪だれ、あれ、ミミタヤなんだ。ミミタヤってあんなんだっけ。クイスポ、ことぶき屋ショップオープン。ほら、やってるみたいですよ、皆さん。てかさ、ちょっと単純にさ、なんかこういうところって入れないのかな。こういうところとか、なんかたくさんオタクっぽいものが売ってそうじゃない。聞いてきてみるわ。
はい、許可をいただきました。羅針盤さんに、許可をいただき、中をちょっとね、見させていただきます。いろんなオタクグッズを見ていきましょう。これヒロアカ、女の子めっちゃこれ好きやね。ツイッターのアイコンになってる子多くない？これなんか1個フィギュア買ってっか。これね、じゃなくて釈迦さんに。釈迦さんだってさ、あのレッドブルーのところさ、後ろに何を置くか困ってるでしょ。釈迦さんへのプレゼント選ぶぞ、みんなで。あの人って何好きだっけね、アニメ。二次元系のアニメ好きなの、なんかあれしか知らないんだけど、ホワイトアルバムしか。待って、チタンダイルのフィギュアあるんだけど、やばない？チタンダイルやばいな。いるよ、みんないるよ、ここに。ここにいるよ。来ました、テニプリエリアでございます。ジャンプ作品と称して。テニプリ、あー、いいじゃん。菊間玲二。跡部圭吾。これ人気あんの？宿地法使うやつじゃない？宿地法の人人気ある。お前ら大好きなんじゃない。 VTuber 二次三次来た。ワッチやっぱ髪の毛に色入ってるからグッズが入るね。オロレロレはオロレオロレいないかも。あ、いるオロレいた。ちゃうわ、違った。あ、いる。いねえわ、違うわ。違った。これか？違うな。これ？先週や。バキのフィギュアってそもそもあんのかな？ねえかもねえよな。待ってー、桜島先輩がいるあそこに。桜島先輩1万6000で買える。女性ヒロインの中で俺トップクラスに好きだからね。戦場ヶ原下着の5倍出れるバージョンなんだよね。もうまさにって感じですけど、あ、ここすごいわ。ちょっと待って、エロフィギュアエリアですね。これちょっと見えちゃう可能性。うわ、すごい。ちょっと、もう見えとるわ。見えてます。ここはダメですね。行きましょうか。ちょっとお目当てなものが見つからなかったので、多分ね、バッキーが一番喜ぶ気がするんだよね。逆にそれ以外に知らないっていうのもある。悪くないな。美味しそう。はい、いいですよ。行きましょう。今回から来たんですよ。マジかよ。はい、ありがとうございます。またね。お願いします。待ってます、配信で。はい。またね。はい。ちょっとここに行ってみようかな。ちょっとここかな、俺。ここだって、ね、ここな気がしてる。カフェさんでね、ご飯を買いまして、今から公園で食していきたいと思います。あー、ローソンの方に歩き、左に曲がってまっすぐ行ったところに幼稚園が見えてくるんで、そこに公園があると。ほうローソン左に曲がり、あ、ローソンを左に曲がり、逆、こっちやべえ、モンハンナウ全然やってないけど、まあいいか。赤斜めになってる、バカ、ちょっと待って、助けて、やばいよ。どうも、あの公園、俺地元なんで場所分かる。ちょっと案内して、はい。ダッシュできたんだな。ずっと家にいて課題やってたんですけど、5時までの課題、ダッシュやらせて、三味線のところ行ってくれって言ったら困ってそうで、マジよやった。案内してくれ。はい、でも言うてすぐここすぐ左に。あ、すぐなんだ。はい、頑張ったな。いや、もう間に合ったな。ではい、間に合いました。よかったよかった。いや、俺の存在が間に合わせたから、それは。いや、まあ本当にありがたいです。あ、あるね。はい、こんな隣歩いていいんすかね。いいですよ。で、これレイジも行ったんですよ。マジで？これどうすか、これどう思います？なんだよお前その待ち受け。ゼロストの写真待ち受けにしてんのお前だけだよ。マジ日本で、うん。ありがとうございます、はい、じゃあ配信頑張ってください。いいよ、ありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとう、またね、はい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 、
案内してもらってゼロストのファンでした。いるんだね。というわけで皆さん、食事の時間がやってまいりました。はい、今回頼んだのがじゃん、オムライス。サバですね。サバの文化焼き、なんだかわかんないけど、うん、濃厚。こちら、はい、文化焼き、しっかりだね、しっかり焼かれるんだね、こんなに。いただきます。うん、なるほどね、うまい。すいません、はい、いつも見てます。おはようございます。あ、写真撮っていいですか。いいじゃん。食べてる途中だから、俺ピンでいい。あ、全然いいですよ。ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ失礼します。分厚い。でも骨入ってないんだね、食べやすいわ。食べるの楽なのはさ、ポイントだからね。だからさ、今さ、世の中で一番好きなものがさ、シャインマスカットなんだよね。あの食物安く食べられるのガチで革命だからね。みんな食った方がいいよ。揚げ物は食べないつもりだけど、唐揚げくっついてきたんで、唐揚げ食べたいと思います。大根おろしをちょっと乗せてね、あっさりさした状態でいただきます。うん、やわらかい。ご飯が進むな。うまい。あそこおもろいわ。お店とかがさ、おしゃれな佇まいだったじゃん。でもさ、店員さんの顔がさ、濃いスポーツ系だったの。飯にも出てる。飯がガツンとしてんだけど、顔の濃ゆさが出てる。マジで料理に来ちゃってる。ボリュームすんげえな。それではコロッケに行きましょうか。あー、うまい。うまコロッケ、うますごいのよ、衣の存在感が。弁当にはこれがちょうどいい。普通のコロッケだと汁とか湿気でしなっちゃうから、こんぐらいね、ガツンとしたやつね、ずっとね、衣のカリカリ感が残ってる。あん、ごちそうさま、大満足。オムライスもちょっと食べようかな。いけそうだったら全部食べちゃうけど、ちょっと食いすぎだなと思ったら持って帰って食べるわ。やべえ、俺一口食ったらたまんなくなりそう。さっきガチドカ食いやめてんだけどな。危ないか、どうする。いや、行こう。でもなかなか存在感になる。そしてなんと、さっき吸ってくれたのが1000円で、で、おかずをプラスするっていうメニューがあって、おかずだけプラスして500円ですよみたいなのがあるんだけど、これおかず判定になってて、これ500円でした。やばくない、バグってます。修正入れた方がいい。2000円渡してお釣りが400円返ってきた。これでどういうこと。これ紅茶も頼んだんだけどな、店内で。いただきます。デミグラスソース、うわあ、うまい。やっぱり味が濃い。スタッフさんの性格が出てるよね。本当に卵が分厚い。ペラって乗ってるだけじゃないんだけど、これ500円ってマジ？どういうことなん？マジでバグだろ。見てこの卵の厚み、見えるかな？すごいでしょ。ご飯に到達するまですごい厚みじゃない？うん、ごちそうさま。ドリンク合わせて今の内容で1600円でございます。すごい。これ長く入っちゃうかもしれないんで、皆さん行ってみてください。はいはいはい、あの差し入れです。え、何買ってきたの。さっき話題に出てたやつ。何、
お前最高やデザートに。お前タイミング最高だよ、うん、デザートが食いたいと思ってたんだよデミグラスのしょっぱい口でさ出歩くのあれかなと思って。いただきます。どうぞ。最高よかった。ラストぐらいからスタミさんを知って、マジで、なんつうんですかね、なんか魂が止まった配信をそれはあるよ、そうするのでめちゃくちゃ、はい、ありがとう、はい、頑張ってください。またね、はい、行きましょう。これ全部食えたらさすがにオーバーカロリーだ。今日筋トレ頑張んないと。マジで、はいはい、写真お願いしていい、いいでしょ。ありがとう、きれいで、ありがとうございます。またね、気をつけ、よしよしよ、お手つきを。これなんだよ、気が利くね。ありがとうございます、またね、頑張ってください。お前らも汗かいたんじゃないの、ねえ、これグッグッ、うまい。あかんな、このシャインマスカットを持ってる人やばいな。今の俺の絵面がこうなんだけど、このシャインマスカットこれどうすんねん。すいません、スタミさんですか。はい、そうでしょ。写真撮ってほしいですか。いいですよ、いいですよ、いいですよ。すいません、いいですか。いいですよ、全然すいませんなことないんだから。いや、本当に、はい、はい、ありがとうございます。あと差し入れとか何万円でお見返しします。マジかよ、差し入れとか何万円で。本当にいいの。はい、大丈夫です、大丈夫です。本当にいいの。ありがとうございます。ありがとうございます。ごみありがとうございます。ありがとうね。お代わりします。ありがとうございました。ちゃんと捨てるよ、またな。ごみなくなった。フライ時間どこ。こんにちは。こんにちは。ストリーミング、スイッチ、トゥイッチ、トゥイッチ、トゥイッチ、うん、I'm on Twitch too。 トゥイッチ、イエーイ。日本人ですか。日本人です。英語できる。英語できない。英語できないの。難しいですか。旅行どっから来ましたか。国は、スペイン。スペイン、スペイン人、はい、なんで日本語上手。なんで日本語喋れる。日本語上手できない。いや、日本語上手、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 めっちゃ難しいね。これこれ、マイストリーム。すげー、本当に。こんにちはって、はい、僕の名前はジャパン、ジャパンジョルディ。ジャパンジョルディ。いや、はい、東京住んでいます。東京住んでる。はい。あ、そうなんだ。でも僕のストリーミングスペイン、スペイン語でした。あー、なるほどなるほど。でもこれあ、ありがとう。オッケー、もうフレンドだから、フレンド、友達でしょ。またね、東京ゲームショーで。バイバイ。バイバイ。ジョルディさんと友達になりました。ジョルディさんと友達になりました。